皆さんこんにちは、ルビーズライビオハカの心です。鬼人聖者だ。この動画はスマブラ SD で戦車が VIP を目指す動画です。今回は子供リンクを使います。子供リンクは2種類の飛び道具を使え、地上空中ともに機動力が高いです。全体的に攻撃の隙が少なめで、コンボ連携による火力も高いです。ただリーチは短く、神がワイヤー型でシールドに対してあまり強くないな。あとメテオがなくば何になることもあるな。お相手はカズヤ。僕はただない。体重が重く単発火力とコンボ火力が高いです。あと活芸ただなのに復帰距離が長いです。ただ機動力が低く技のリーチも短く発生も遅いです。10連コンボは意外と抜けられます。ギリギリバーストせず。そしてバースト。コンボつながらなかった。危険物を処分。基礎してバースト。放つことがない。コメントがあればこの辺ができるのに。多分ルビー主は再生数よりコメントが増える方が喜びます。順調だな。10連コンボ抜け出た。横つまでバースト。カズヤさん、大変ありがとうございました。お次の相手はドンキー、火力と機動力が高いですが防御面はボロボロです。 VIP 昇格戦です。チャージ切り札ありの理由は前々回の動画で話しています。おお、怖い怖い。メテを狙ってきたな。今んとこ互角。下スマブッパでバースト。何やってるんですかね。これで 47% は美味しい。多分確定コンボでバースト。はい、有利展開。このパーセントはさすがにバーストしません。あっこで当たるんですね。疑惑の判定。ギリギリバーストしない。もう食う前でも当てればバースト。あ、やったぜ。これで VIP。ドンキーさん、対戦ありがとうございました。これで VIP 入りです。記録は10時間。最後に世界戦闘力とサムネを映したらこの動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。